おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、リエさん、モーカさん、おはようございます。ハレリア、まゆちゃん、ハレリア。はい、今日も涼しくて少し暑かったかな。夜は少しなんか暑かったような感じがします。リノさん、おはようございます。はい、そうですね。ユウさん、おはようございます。今日はいい天気です。今日明日はいい天気ですね。来週はですね、台風の影響で少し天気が悪くなるかもしれません。カズさん、メロディーさん、ルルさん、おはようございます。おはようございます。おいしさん、おはようございます。今日もですね、十字架シリーズになります。十字架についていろんな側面で学んでいます。十字架を知ることが大事です。十字架の意味、十字架の意味を知ることが大事です。おはようございます。すっかりセミが、ついこの間までセミが鳴いてましたけど、もう今ほとんどセミがなくて、虫のね、すっかり秋ですね。しっかり秋になりました。はい、ここに置くのが楽なので、まあ画面も安定するし、このように台があって置くのはとても楽です。ルルさん、飼っているインコが飛んでいるとき、十字架が待っているように見えます。あ、そうですよね。こういうふうにこう飛んでるとき、十字架に見えますよね。ごまちゃん、おはようございます。カズさん、今日この日を迎えてありがとうございます。そうですね、新しい日、私たちは日々新しくなる新しい日、私たちは毎朝新しい日を迎えることができることは幸せだと思います。もし信仰がなければですね、信仰がなければかえって朝は辛いです。あ、今日も苦しい日が送らなければならない、今日も仕事しなければならない、今日も勉強しなければならない、ああ起きたくない、働きたくない、外に行きたくない、多くの人はそう思ってるんじゃないでしょうか。それはですね、何か根本的に人生が間違ってると思いませんか。本来私たちは喜んで朝を迎え、喜んで人生を喜ぶべきではないでしょうか。多くの人は罪のゆえに、神様に対する罪のゆえに重荷を背負っています。その重荷は重いのです。アンジビさん、ヒトラさん、おはようございます。足立さん、おはようございます。今日もイエス様に仕えることができると思うと朝起きるのが幸せです。足立さん、それが大正解です。それが大正解です。本来私たちは朝起きが幸せに感じるべきです。今日もイエス様に仕えることができる。今日もイエス様の恵みを受けることができる。今日も神の栄光を見ることができる。それが私たちの本来の、気持ちになるべきではないでしょうか。リボンさん、おはようございます。そういうわけで、イエス様を信じると人生が変わります。
イエス様を信じると色あせた人生からカラフルな人生、喜びのない人生から希望に満ちた人生に変わります。それが皆さんの証です。皆さんの証はイエス様を信じてそのように変わったという証です。たまごさん、おはようございます。太郎さん、今日もイエス様の恵みが降り注ぎますように。アメン。イエス様の恵みが降り注ぎますように。今日のタイトルはですね、十字架によって私も葬られた。十字架によって私も葬られた。十字架と復活。イースターはですね、復活祭は十字架と復活をお祝いする、まあ復活、特に復活をお祝いするお祭りです。十字架と復活、これは大事なポイントです。イエス様がなぜ十字架にかかったか、この3回の放送で説明してきましたけど、今日は4回目ですね。なぜイエス様が十字架にかかったか。今日のポイントはですね、私たちが死ぬためなんですね。死ぬため。どういうことでしょうか。十字架はイエス様が死なれたということです。イエス様が十字架で死んだ。それは私たちの身代わりに死んだわけですけど、それを意味の一つは、その意味の一つは、私たちが死ななければならないのにイエス様が死んでくれたということなんですが、もう一つの意味は、私たちの自我が、肉が十字架によって葬られるということです。つまり私たちは肉で生きてきました。自我で生きてきました。欲で生きてきました。それは神の御前で受け入れられないことなんです。当然神様は罪を受け入れることはできません。神様は罪のないお方です。でも私たちは罪を犯して生きてきました。それは肉によって生きるということです。欲によって生きるということです。それを私たちは、その欲のまま天国に行くことはできません。肉のままですね、天国に行くことはできません。それを葬り去らなければなりません。それを殺さなければなりません。しかし私たちが死ぬのではなく、イエス様が代わりに死んでくださったわけですが、しかしイエス様が死んでくださったかもしれないけど、私たちの肉は死ななければなりません。私たちのこの罪は葬り去らなければなりません。私たちはイエス・キリストを信じるということは、私たちの肉が、私たちの欲が、私たちの自我が十字架によって共に葬られたと信じるべきなんです。それはどういうことでしょうか。私たちはそのような生き方を捨てるということですね。不信仰の生き方を捨てる、自我を捨てる、欲を捨てる、肉を捨てる、悪意を捨てる、敵意を捨てる、怒りを捨てる、憎しみを捨てる、プライドを捨てる、それは十字架によって葬られた。私も十字架によって葬られた。それは私たちの肉の部分を捨てたということですね。私たちはもはや自分が生きているのではない、自分が生きているのではなくて、私たちの中にキリストが生きているとガラテヤ2章に書かれています。多くの人は自分が生きています。自分が生きています。しかし私たちイエス・キリストを信じる者は、もはや自分が生きているのではない。確かに肉体はまだ生きているかもしれません。
しかし私たちの内側、私たちの内側はイエス様が生きている、キリストが生きている、それが信仰です。それが信仰です。ライオンさんおはようございます。太陽さんおはようございます。イエス様を信じると、洗礼を受けます。水の洗礼ですね、バプテスマと言いますが、それは、水の中にドブンと入ります。水の中にドブンと入って、すぐに出てくるわけですけれども、その水の中に入るというのは死ぬということですね。死ぬ、私たちは、十字架とともに葬られ、自我に死ぬ、不信仰に死ぬ、罪に死ぬ、それが水の中にドブンと入るということです。そして、水から出てきます。水から出てきます。それは、キリストと共によみがえる、イエス様が復活したように、イエス様が3日目に復活したように、私たちも、新しい命として、新しい命として神の子としてよみがえる、それを表します。洗礼というのはそういう意味があります。ですから私たちは古い自分に死んで、古い自分を捨てて、あらゆる欲、あらゆる肉、あらゆる悪い思い、悪意、敵意を捨てて、プライドを捨てて、古い自分に死んで、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった。古いものが死んで、見よ、すべてが新しくなった。私たちは生まれ変わったわけですね。タモコさん、バプテスマに苦い思い出が。そうですか。イエス様はヨハネ3章でこう言いました。人は新しく生まれなければ神の国に入れない。新しく生まれなければ神の国に入れないと、イエス様が言われました。それはどういうことでしょうか。それは私たちは、聖霊を受けて、聖霊様を受けて、私たちの中に聖霊様が生きている、新しく生まれ変わる、肉が死んで聖霊様が生きている、そして初めて天国に行くことができるということです。ニコデモという人がその時にいました。ニコデモが、人間はどうやって、2回生まれ変わることができましょうと言いました。イエス様が言ったのは、2回母親から生まれるのではない、御霊によって生まれ変わる、御霊によって生まれ変わるとおっしゃったんです。つまり聖霊を受けてこそ生まれ変わったということですね。アヤンポンさんおはようございます。聖霊を持つ者は、永遠の命を持っている、聖霊を持たない者は永遠の命を持っていない。ですから御霊に従って生きるということが、まさにそれは新しい命を生きるということです。御霊に従って生きるということこそ、イエス様が私たちの中で生きているということです。ですから御霊を消してはいけない、御霊を消してはいけないということですね。はい、そういうわけで皆さん、私たちは、自分の肉を、十字架とともに葬り去る必要があります。古い自分が生きていたらば、それはよくありません。私たちの罪を、肉を、悪い思いを徹底的に捨てる必要があります。そして聖霊に燃えて、信仰に燃えて歩むならば、私たちは、肉の思いによってケアされることは少なくなるのです。兄弟姉妹の皆さん、十字架というのはそういう意味があるんです。肉を殺しなさいという意味ですね。
イエス様が十字架にかかったのは、ございます。イエス様が十字架にかかったのは、私たちが、その私たちの肉を殺しなさいという意味ですね。そういう意味があります。ですから皆さん、肉によって歩むことをやめましょう、ね、欲を求める生き方をやめて、不信仰な生き方をやめて、イエス様の教えに従って、希望に満ち、御霊に満ちて、歩もうではないでしょうか。それがですね、素晴らしい生き方なのです。こう嬉しいことにこう草を刈ってくれたんですね。草がボーボーでしたけど、今日来たら草がカットされて、歩きやすくなりました。きっと蚊も少ないかもしれません。草があると蚊がいますけど、草を刈るとね、草を刈ると、蚊が少なくていいですね。ライオンさん、欲望を捨て去ります。アメン。欲望を捨て去ります。マリちゃん、悪コメを書いてる人は誰にも相手にされないと、そのうちにコメントしなくなり、いなくなります。ヒットさん、イエス様のおかげですね。そうですね、イエス様のおかげです。卵さん、肉はこの世に置いていかれるもの、霊は天に招かれるものってことですかね。肉は天国に行くことはできません。天国に行くのは、御霊によって新しい命、霊が天国に行きます。肉は御国を相続できないと書いてあります。私たちは御霊によって生まれてこそ、御霊を持ってるからこそ、天国に行くことができます。もし私たちが肉のままでは天国に行くことができません。御霊によって初めて、ここにちょっと置くとこがありますね。ちょっとここに置いてみましょうか。あ、置けましたね。わ、落ちる。大丈夫かな。はい、ちょっと落ちそう。落ちたらちょっと最悪なんですけど、ちょっと危険かもしれませんが、一応置けました。そういうわけで、十字架はですね、イエス様が、死んでくださっている姿ですが、実は私たちも同じように、葬られなければなりません。私たちも、十字架で共に葬られ、私たちは、新しく生まれ変わる必要があります。イエス様が復活したのは、私たちも御霊によって新しく生まれ変わる、新しく生まれ変わるということを表します。そしてイエス様の再臨の時、イエス様がまた来ます。その時私たちは軽挙といって、こう上に上がるんです。その時に私たちは空中で変身をして、私たちも、この肉体ではなくて朽ちない体、もうピカピカの朽ちない体に変身ですね、変身します。私たちは栄光の体に変身します。天国の体に変身します。68の人間が30の人間に変身します。もう病気もなくなります。障害もなくなります。もうピカ
カピカの人間になります。ピカピカの人間になります。それがですね、敬虚の時にそうなるということですね。敬虚の時に私たちは変身をします。今はでも私たちは今は信仰で、内側は新しい自分です。浩二さん、おはようございます。しかし私たちは、内側だけではなく、外側も変わるんです。外側も変わります。ですから敬虚っていうのは携帯の敬にですね、居城の居、居城の居、居守の居と書きます。敬虚ですね。そういうわけで皆さん、十字架というのはすごい意味があるのです。十字架というのはすごい意味があるんです。私たちは、十字架から、大事なことを学びます。十字架から大事なことを学びます。鈴乙女さん、おはようございます。飛行機さん、恨みや怒りはどうすればいいんですか。まさにそういうことですね。恨みや怒りを捨てなさいということですね。人を許して、恨みや怒りを捨てる。それが、十字架で死ぬということです。十字架で死ぬというのは、まさに、怒りや恨みを捨てる。怒りや恨みを捨てる。それが十字架をで死ぬということです。はい、おめんさん、おはようございます。太郎さん、十字架のペンダントは偶像ですか。私はね、十字架は偶像ではないと思いますね。十字架を、私たちのために死んでくださったイエス様、私たちを救うために十字架にかかって死んでくださったということを知って十字架をつけるなら、それは偶像ではないと思います。偶像というのはイエス様以外のもの、イエス様以外のものが偶像です。もこさん、会社の先輩は不倫をしています。褒められますか。不倫は禁じられてますね。不倫は禁じられてます。気をつけてください。では明石タイム行きましょう。明石タイム。足立さん、この前、無理やり勧誘を受けましたが、十字架を握りしめて勇気を出して断りました。アメン。素晴らしい。イエス様が守ってくれました。イエス様が守ってくれました。それでは明石タイムス。イエス様を信じて、自我が死ぬようになった。イエス様を信じて、いろんなプライドがなくなった。イエス様を信じて、自分自分という自我がなくなってきた。プライドがなくなってきた。イエス様を信じて、肉が死んできた証。肉が死んできた証。スタート。スタート。浩二さん、イエス様はすごい。アメン。
ジュレオンさん、なぜ多くの人は傲慢なのでしょうか。すべての人間ですね。すべての人間が傲慢です。その傲慢を十字架で殺す必要があります。傲慢を捨てる必要があります。十字架はまさにそういうことです。皆さん、十字架は高ぶってますか。十字架は高ぶってますか。十字架はへり下ってるでしょ。十字架はへり下ってます。ですから私たちは、プライドを捨てるのです。プライドを捨てるのです。はい、証、イエス様を信じて。肉が死んだ証、欲が死んだ証、初見です。イエス様を信じたらどう変われるか具体的に教えてもらえないでしょうか。具体的にはですね、そうですね、まあ、悪い習慣しなく なってですね、人に優しくなったり、それからいろいろな、その憎しみ怒りがなくなってきます。また、人を許せるようになります。浩二さん、無宗教なんですけどそれは大丈夫なんですかね。イエス様を信じれば大丈夫です。イエス様を信じれば大丈夫です。モーカさん、自我やプライドをもっと脱ぎ去りたいです。この放送で自分を低くするものは高くされると学ばさせていただきました。イエス様の教えに従います。もっと肉が死に自我を捨てれるように祈ります。アメン、アメン、アメン。野猿さん、おはようございます。ごまちゃん、欲張ると失敗するし、必要なものは与えられる。アメン。そうです。欲張ると失敗します。欲張ると失敗します。太郎さん、24時間放送してほしい。24時間放送、それはちょっときつい、きついですね。不貧困から解放されて楽になりました。アメン。ペリカさん、獣の数字666って何ですか。それは反キリストという独裁者を表します。これから現れます。これから世界的な独裁者、反キリストが現れますが、ただそれが誰であるかはまだ分かりません。ジュデロンさん、ハロウィンに渋谷でどんちゃん騒ぎする人は地獄行きでしょうか。誰でも罪で生きる人は地獄行ってしまいます。誰でもイエス様を信じなければ地獄に行ってしまいます。ジゼルさん、おはようございます。いつ反キリストは出現しますか。ペリカさん、もうすぐだと思いますね。もうすぐだと思いますが、まだ誰だか分かりません。あ、おはようございます。
草がね、綺麗に刈られました。刈られましたね。はい。マリアは偶像ですか？私はマリアは偶像だと思います、マリア像、マリア像は偶像だと思います、それは、良くないと思いますね。良くないと思います。コジさん、私は偶像ですか？自分を偶像にしている人はたくさんいます。自分は偉いとか、自分は神だとか、自己中っていうのは、自己中っていうのは自分を偶像にしていることですね。自分が一番、皆さん自分が一番だと思っている人いますか？自分に従っている人いますか？それは自分が偶像なんですね。自分が偶像だから、信仰というのは、まあ、そのさっき言ったように十字架とともに葬り去られる、まあ、自分という偶像を、捨てるという意味でしょうか。自己中という、自分という偶像をですね、殺す、自分という偶像を殺す、自殺ということではなくて、その偶像としての自分をが死ぬ、偶像としての自分が死ぬ、まあ、それが十字架ということなんですね。ですから私たちはもはや自分は死んでいると思いましょう、ね。もはや私たちは死んでいる、死んでいるから、まあ、欲がない、死んでいるから自我がない、死んでいるから私たちは怒らない、死んでいるから憎まない、死んでいるからプライドがない、死んでいるから死んでいるから私たちは高ぶらない、そういうふうに考えると分かりやすいですね。ライオンさん、自我を捨て去ります。自我を捨て去ります。ヒットさん、なぜ牛や豚や鶏を殺しても動物虐待にならないのですか？神様がですね、肉を食べることを許していると聖書に書いてあります。そのヒューマニズムで考えると、牛や豚を殺すことは動物虐待と思われるかもしれません。しかし私たちは、聖書の考え方に従います。聖書は、肉を食べていいと書いてあります。だからといって動物虐待を肯定することではありません。神が作ったものを大切にしなければなりません。私たちは、自然を管理するように、神様に言われています。つまり動物を管理するということです。動物を管理するということは動物虐待はダメだということです。しかし正しく肉を食べることは、それは、神様に認められているわけですね。それでは、皆さん、自分に死ぬということ、ね、理解しましょう。自分に死ぬというのは、悪い部分を殺すということですね。人間として罪の部分、人間として神様が喜ばない自分に死ぬということです。そして新しく生まれ変わりましょう。イエス様を信じて聖霊を受けるならば新しく生まれ変わります。新しく神の子として生まれます。ぜひ皆さん、古い自分に死んで新しい自分として生きましょう。生まれ変わりましょう。ボーンアゲンと言いますね。ボーンアゲンというのは生まれ変わる、
日本語で言うと新生という言葉があります。新しく生まれましょう。浩二さん、私は神の子ですか。イエス様を信じて、聖霊を受けるならば神の子です。それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうか、私は古い自分で生きてきた、肉で生きてきた、欲で生きてきた、プライドで生きてきた、ああ自分に死のう、イエス様を信じて自分に死んで新しい自分として生まれ変わりたい、聖霊を受けて生まれ変わって信仰で歩みたい、古い自分を殺してほしい、古い自分、欲の自分、自我を殺してほしい、信仰で歩みたい、信仰で歩みたいと思う方、アメンと言ってください。アメン。十字架と共に葬られ、十字架と共に葬られ、イエス様と共によみがえる、イエス様と共によみがえりたい方、アメン。アメン、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 アメン。天のお父様、感謝します。たくさんの方が、たくさんの方が自分の自我を、捨て、プライドを捨て、イエス様を信じようとしています。どうぞ彼らを救ってください。彼らが古い自分に死んで新しい自分としてよみがえりますように。神の子として、新しくよみがえりますように。生まれ変わりますように。イエス様、彼らに聖霊を与えて、聖霊を与えて、神の子として、生まれ変わりますように。神の子として生まれ変わりますように。彼らを祝福してください。彼らを祝福して、新しい心、イエス様が生きますように。彼らの心の中で、イエス・キリストが生きる心、イエス様が生きる心、どうぞイエス様、彼らに永遠の命を与えてください。永遠の命を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。モフィーさん、古い自分も全部嫌いなわけじゃないけど、そのモフィーさんのいいところ、いいところが残ります。いいところが新しくされます。罪のない自分、悪のない自分は素晴らしいのです。神様は皆さんの本来の皆さん、本来神様によって作られた皆さんに生まれ変わるのです。ですから、クリスチャンになるということは、個性がなくなるのではありません。本来の個性が生きるんです。本来の皆さんの個性、個性的になるのです。決してですね、自我がなくなるということは自分がなくなっちゃうということではないんです。逆なんです。自我がなくなることによって本当の皆さんの素晴らしい個性が出てくるんです。本当に個性的になるのです。はい、それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を、素晴らしい一日を、肉を殺す一日、肉を殺す一日、自我を殺す一日にしてください。それでは夜7時お会いしましょう。良い一日を。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。